番組の終了待ってた。江戸時代初期、大気候に沿って踊られた盆踊りの名が、大きな食堂を伝えられています。以後、昭和20年、終戦の年に一度だけ中止されましたが、翌年には復活し、地域の方々の熱い思いで、今日まで継承してまいりました。ハロウィア藍染めの伝統的な衣装、顔が見えない編み傘や彦作品をかぶり、明るく野生的な温度と哀愁漂う眼家の楽曲で演奏され、優雅な部分が展開されます。昭和56年、国の重要無形民族文化財に指定された盆供養の踊りでございます。この踊りを楽しくご覧いただくため、ご観覧の皆様方に次の点についてご理解とご協力をお願い申し上げます。会場はご覧の通り狭く大変混雑いたしますので、お互いに譲り合って気持ちよくご鑑賞くださいますようお願いいたします。また踊り手は徐々に踊りの輪に加わりますので、その際は係員の指示に従い入場通路の確保にご協力ください。踊りの輪の中を通行する行為、むやみに横断する行為は踊りの妨げになりますので、何卒ご遠慮ください。続いて撮影される皆様にお願いいたします。踊りの輪の中での撮影は全面禁止でございます。美しい盆踊りの輪を作るため、ご理解をお願いいたします。場内は禁煙となっておりますので、歩きながらのおタバコはご遠慮願います。ゴミはその場に置かず、各自お持ち帰りくださいますよう特段のご協力をお願い申し上げます。それではただいまから、国指定重要無形民族文化財西馬内盆踊り後半が始まります。どうぞごゆっくりとご観覧ください。